ジュニア、キャンセラー、キャマンちゃん、シュマハー、アレジー、国民よ。さあ、いろんなファンの声援が飛びます。今スタート。ちょっと出遅れだ、ちょっと出遅れました。さあ、リズムキッズ、前パトレードいましたね。あー、ほらパトレード、俺何やってんの、ほら何やってんの、パトレード、また呼んできたけど、ほら。さあ、パトレードがいきなりアタック、悪質なアタックで来られましたが、大丈夫。あ、ちょっとやめろよ。危ない危ない危ない。いや、まあ、セナと選手があって、セナと、あら、パトレードが、ちょっとパトレードどうしたんだ。パトレードがあの位置、ちょっとハンガリー、やはり雨、危ない危ないぞ。危ない、当たったと思って、ノ。さあ、リタイア前にファックス読んで、27歳より、ちょっとファックスコーナーもうちょっとしたら、はい、ありがとうございます。あ、危なかった、危ない、まさすんなかよ。さあ、あ、違う、ベルが当たった。さあ、ベルガが、さあ、ハンガリーリングが荒れてるのが、しかし荒れてるのかね、荒れてるように見えてる。リタイアゼロですね。あ、そうですね、リタイアありません、リタイアありません。さあ、27歳の OL、早く読んで、はい、ありがとうございます。38歳の男性の方、ハンガリーグランプリ、雨のジュニア、頑張って、ありがとうございます。43歳の主婦の方、雨はね、買い物行けないわね、53歳の男性の方、僕は買い物行きます。あーと、アレジ選手、スリップ、アレジ選手、スリップ、雨で、雨、あーと、アレジ、あ、国民が、はい、ありがとうです。アレジ選手がスリップ、あーと、ボデヤンがリタイア、アレジ選手、あ、やはり雨で、やはりリタイアが、そろそろハンガリーの牙が向く、ブダペストの悪魔が牙を向いてきた。さあ、ブダペストの悪魔が牙を抜くのか、いやー、ブダペストの悪魔が牙を向いてしまった。早くもアレジに、ワイカちゃん、アレジの状態は、はい、大丈夫です、大丈夫だと言ってますね、大丈夫です。ゴクミが慌てて駆けつけに行きました。さあ、あ、どあー、クソクソという声、セナのクソという声、まあセナ選手も今ね、スリップしそうになったんで、クソという声を漏れましたね。ブラジルでもクソってあるんですが、ありますね、クソって言いますね。あ、まあ最近は日本語がね、流行ってますから、はい。さあ、2周通過、残り19秒、残り17周。さあ、荒れているハンガリーグランプリ、この雨模様と同じく、あれ、アートプラントルリタイヤ、あれ、赤旗は、もう赤旗はどうですかね、今、危ないという声、危ないというジュニアの声、さすがクリーンオーバーテイク、セナに当たらずに、抜いてきましたね。アルコレート6位、ウェンドリンガーが5位と、5位、6位は、見慣れない、あ、危ない、セナが当たってきた、セナスピン、ちょっとあのスピンでしたね、セナ選手、大丈夫、おっと、アルボレーター、一時的にサイン上がってきた、お、フィットバレディがサイン、なんと、荒れるハンガリー、順位の方も荒れています、順位の方も、さあ、危ない、さあ、ハンガリーグランプリ荒れるのか、さあ、マンちゃんが来た、イカレードマンちゃんとパトレーで、ウィリアムズの2台の、さあ、マンちゃん、またしてもポール2ウィンを逃してしまうのか、ポール2逃すウィンと言われているマンちゃん、ポール2ノーウィンとね、揶揄されているマンちゃんですけれども、マンちゃん、その汚名を返上するかのごとく、追い上げ体制に入ってくるのかと思いきや、ベルガが抜いてきた、2位から6位、どうですか、2位から6位、大混戦、もう、ね、団子状態です、団子5兄弟、ジュニア以外は団子5兄弟の模様、さあ、団子5兄弟がいるのか。38歳の男性の方、ハンガリーグランプリ、アレジ大丈夫でしょう、はい、58歳のアレジファン、アレジ大丈夫かな、45歳のゴクミさん、私はゴクミよ、はい、ありがとうございます。さあ、いろんな方からのファックスが届いています、10歳の手術中の少年、今日は手術した方がいいわね、はい、ありがとうございます。いいわねって、女子なのかな、はい、ありがとうございます。14歳の、中学生の方、14歳のファックスってないですよね、はい、ありがとうございます。17歳の、女子高生の方、私は17歳です、はい、ありがとうございます。いろんな方からのファックスが届いております。残り15周、マンちゃんと1秒差、マンちゃん、さあ、パトレーゼ、もう上がってきて、ウィリアムズ勢がやはり上がってきたか、ウィリアムズ勢が上がってきた、あとはさあ、セナも上がってきている。ベルガーはどこ行きました、ベルガーはまだね、後ろの方です、はい、ベルガーは後ろの方ということで、アルボレート大健闘、さあ、アルボレート、さあ、シューマッハ、今シーズン前半好調だったシューマッハ、最近ちょっと影が薄くなってきたシューマッハが上がってきました、来季からはジュニアとの同僚が確定しているということで、シューマッハ張り切っているシューマッハ、
早くもジュニアにアピールか、猛アピール。アルフォレイト使いながらできた。さあこれはアグリさんも嬉しいですね。同僚のアグリさんが援護するのか。アグリさん頑張れ、アルフォレイト頑張れということで、さあジュニア選手そんな中独走体制に入るのか。独走体制、さあ43秒、ベストラップ、ここでも早くもベストラップ。2位パドレーゼ、あシューがドルドル下がって、あ何がありました、おばけちゃん、はい、スリップしました。あスリップですか、どこでスリップですか、まあ、いろんなとこでスリップです、いろんなとこ、まあ、スリップしました。で抜かれました、はいありがとうございます。ぶつかったということですか、まあまあそんなとこです、はいありがとうございました。どこ誰とぶつかったの、いやしつこいですよ、誰かとぶつかりました、はいありがとうございました。しつこいって何ですか、あごめんなさい、今ちょっと忙しいんでね、あまり質問しないでください、はいありがとうございました。さあハーバードが、6位に上がってきました。さあマンちゃんパトレーゼ2位3位、ちょっとねちょっと雨でね暗くて見えませんでした、色が見えなかった、はいありがとうございます。パトレーゼ、マンちゃん、セナと、あベルが上がってきましたね、ベルが上がってきた。アルフォレイトまだ粘っている、残り13周、ジュニア選手さあ独走体制、パトレーゼと約3秒差をつけて、ジュニア選手悠々の、まあ、まあとは周回遅れでしょうね、周回遅れがポイントでしょうね、周回遅れをいかに綺麗に抜けるか、周回遅れに邪魔されないか。ちょっとね前半戦で言うとちょっとねジュニア選手気になる当たりがあったんで、ウィングがちょっと心配なんでね、あまり当てたくはないですよね。まあそうさあマンちゃんがパトレーで、マンちゃんに抜かしまして、パトレーで抜きましたね。さあ現在ポイントランキング2位のマンちゃんが、さあ今マクラーレンとウィリアムズ激しいコンストラクトポイント、この状態ではウィリアムズがねまた上に行ってますね。ウィリアムズ、さあ来た来た、おい周回遅れ、おい周回遅れという声、これはフェラーリのスタッフの声でしょうか、おい周回遅れという声が聞こえました。さあ真っ黒なマシン、真っ黒なマシンはね、真っ黒なマシンは本当見にくいですね、グレート、道路のグレート、この雨が降るのと、重なって見にくい周回遅れをまずさっとクリーンオーバーテイク、まあいいところで、ね、こういうコーナーであまり出てほしくはない周回遅れですけれども、さあどこで出てくるのか。さあスクーデリアが出てきた、スクーデリア1台リタイアしましたけども、さあリタイアで予選落ちでしたね。さあパパ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 、さあクラクションがない、あーちょまた暗い、これあぶねー、ちょっと色変えろこれやろ、色変えろこの野郎と、チームフェラーリのスタッフが言ってましたね、黒は見にくいと、突然出てきたように感じるからやめてくれと言ってました。さあスリップストリームに入るか、スリップストリームに入って、さああちゃんとこの周回遅れね、周回遅れちょっと避けてくれましたね、避けてくれましたけどちょっと抜けなかった、あーどい、あーどここでマンちゃんが飛ばしてきた、マンちゃんが逆転、あとと周回遅れに気を取られすぎ、マンちゃんが猛追、マンちゃんが一気に差を詰めてきた、危ない、さあアグリさんの抜きだ、マンちゃんがいつも一瞬だけ抜きましたけどすぐ抜かした、さあジュニア、さあマンちゃんファンの、58歳の男性の方、僕もひげを生やしてます、はいありがとうございます、まあひげは大体生えてると思うんで、まあひげ生やしてるんでしょうね、伸ばしてるんでしょうね、はい、63歳の、おばあちゃんの、ファンの方、わしゃウィリアムズが好きじゃ、あ犬にもウィリアムズをつけておると言ってましたね、はいありがとうございます、ウィリアムズ、犬がいるんですね、はいありがとうございました。さあ78歳の、男性の方、私も犬にマンちゃんとつけてます、はいありがとうございます、マンちゃんとつけてると言ってましたね、58歳の、女性の方、私は猫にジュニアで付けてます、はいありがとうございます、いろんな方がペットに、お気に入りのドライバーの名前を付けているみたいです。さあ行きましょう。さあ今日はまあちょっとね、たまにはちょっと他の選手の、あとはパッ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 、さあクラクションが鳴り響く、クラクションが鳴り響く、オーバーテイク、クリーンオーバーテイク、おっとセーナが上がってきた、セナが上がってきた、セナがマンちゃんとパトレーゼの間に、これしかしサンドイッチですね、セナリタイアさせられる可能性もあります、あそうですか、ウィリアムズの罠にはまりましたねこれ、サンドイッチでセナをリタイアさせてゼロポイントにさせる作戦なのか、ウィリアムズ、したたかなウィリアムズ、さあどうなのか、危ねえって言ってるだろうという、フェラーリの声、フェラーリのスタッフの声が聞こえますが、ジュニア選手はもうそんなね声を上げずにオーバー、クリーンオーバーテイク、まあ、ジュニア選手ではね、さっと抜ける、感じだったんでしょうね、まあ、スタッフは声を荒げないでいいよというね、そんな涼しい顔のジュニア選手の、表情がうかがえます。おっと、セナが2位に上がってきた、
サンドイッチ脱出しましたが、はい、挟まれるところをね、セナ選手がね、華麗にねかわしていきました。あ、しかしまたやられましたよ。いや、マンちゃんと争ってます。今団子状態、ウィリアムズとマクラーレンがね、もう接触バトル、熱いバトルですね。接触はしてないものの熱いバトルが繰り広げられています。コンストラクターズポイントが争い、コンストラクターズポイント争いが熱くなっております。2位から5位までの、それから6位はシューマハですね。今シューマハが6位になってます。さあ、一時アルボレートが元気でしたけども、出ます。さあ、ウィリアムとセナのバトルが熱すぎる。さあ、43秒4343、演技がいいベストラップ、演技がいいベストラップでマンちゃんとは2秒差、2秒24。先ほどマンちゃんが逆転しましたが、ジュニア選手また再び引き離しています。さあ、パトレーゼが今度は2位に上がって、もう2位はもう大混戦。さっきマンちゃんだったのがパトレーゼ。さあ、また周回遅れ、アルボレーゼか、これはまたしてもアグリさんなのか。電気系統。さあ、電気系統と叫んでいる選手ですが、これはアグリ選手でしょうか。さあ、雨の中ですから電気系統も心配です。さあ、ジュニア選手グリーンオーバーテイク、まあアグリさんですからね、普通に避けてくれましたね、今のはね。さあ、また今度はローダスだ。ローダスのハッキネンか、ジョニー・ハバードか。ハッキネン、あー、グッハッキネンという声。さあ、スクーデリア、オッケー、残り7周、まだ7周。あっと、パトリーゼ、コンマさんになってる。さあ、2秒差を縮めてきたパトリーゼ。鬼の家、危ない危ない、周回遅れ、急 BK ハブル周回遅れ。あぶね、真っ暗見えないっていう、どこが飛び出したけど、今のはすごいスタッフの声、まあ、ちょっと見えない、黒見えないって言ってたろ、この。さあ、まあ、しかしチームカラーですからね、もう今更変えるわけにはいきませんから。さあ、次の、あれ危なかった。さあ、セナがまたしても2位に上がってきた。もう2位以下大混戦。1位にもさっきコンマ差でしたけども、今どうなってる状況ですか。バックミラーでは見えてると思いますよ、バックミラーに見えてると。はい、さあ、もうバックにはセナの視界入ってる、セナパトレーゼの争いが入ってる。もう体当たりで、あっと、今度またウィリアムズがマクラーレンを抑え込んでいる。さあ、残り6周、また2秒差、また真っ黒出てきてきた、また真っ黒くる。怖い、何台いるんだあの黒いのは。さあ、何台いるんだあの黒いのはという声も上がりました。2台しかいません。さあ、2台か1台ですよね、あれで見てるか。さあ、2位か全く分からない状況。1位もちょっとどうでしょう。さあ、ジュニア選手波乱がなく終わりたいところ。黒塗りの F1 カーには気をつけろ。周回遅れが本当鍵を握りますね、ここはね。さあ、綺麗には色分けされている。マンちゃんが今度上に行った。マンちゃんは上、ベルガー、セナ、シューマッハ。またしても同じ。あーと、おい、ピットアウト、気をつけろ。いきなりピットアウト、激怒する。ピットアウトしてきたけど、激怒しますが、あーと、アグリさん、電気エイト、やはり電気エイトは。スパーク、アグリ選手、どうでしょう、電気エイトがね。はい、電気エイトでさ、ちょっと危なかった、今、ちょっと、ピットアウトの、ピット気をつけろ、あと JJ レイトリタイヤ、JJ レイトもリタイヤ。さあ、ここに来て、あとタイヤが来ましたね。タイヤがここで傷んできたが、残り何周だ。タイヤがこれは持たない、残りちょっと残りあるんで、ここはタイヤピット、ジュニア選手。さあ、ジュニア選手、残り4周。さあ、ジュニア選手、まあ他のあのドライバーもねピットでしょうからね。さあ、ピットアウト。ここでジュニア選手ピット、あ、ほら、あ、うそだろ、やめろ、ほら、またあの青いのが来た。いやー、ちょっとセナ見つかった。さあ、ピットどうした、ここはちょっと危ない、今のぶつかるのは予想外。さあ、ここで危ない、ちょっとまたちょっと青いの、気をつけろな、周回遅れ、周回遅れ、気をつけろなですよね、フェラーリの声。
さあピット入らないのか。パトレーゼマンちゃん。セナ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 。セナベルが前にはセナがいる。いやユーラルさあスリムスリー。スリムスリーが出した。さあオッケーオッケー。残り三周残り三周。さあ熱いバトルセナと熱いバトルセナと熱いバトル。セナと熱いバトル。さあさあさあセナも抜いたセナも抜いたベルガも抜いたベルガもセナも抜いて。あとウィリアムズウィリアムズ。さあウィリアムズ来て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 。ノー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 ハメ。ノーノーブロック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 。さあマンちゃんがいるマンちゃんがいる。危ないマンちゃん。マンちゃん危ない。マンちゃんスピン。マンちゃん何がありましたか。いやスピンです。マンちゃん雨でスリップ。ここでスピンスリップ。スリップ。いややってない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 と。カモン。ああ。うわすごいす。うわベルが。ああウィングが壊れた。ウィング壊れた。嘘だ。嘘だ。残り何だもう。行くしかね行くしかね。残り20だ。ウィング変えた方が良かったか。あーもうダメだよこれ。いやーいやーもううわーいやもうダメだこれ。連覇がハンガリーグランプリの連覇が連覇消える。行くしかないもうここは。いやーちょっと体当たり多すぎだよ。さあ当てられたジュニア当てられたジュニア体当たり。あーほらー諦めない。さあビットサインが出た。さあパトレーゼが今抜いた。残り3秒だ。パトレーゼ3秒だ。やめろよ。周回遅れがなんでいる。さあ周回遅れがアルボリート。うわもうウィングまで赤になった。真っ赤なフェラーリ。さあ周回遅れ周回遅れ。ああもうやめろよ。いやもうウィングもうボロボロだ。ウィングボロボロ。パトレーゼが逆転優勝か。パトレーゼが逆転優勝か。ジュニアの連覇がジュニアの連覇がジュニアの連覇がジュニアの連覇途切れてしまうのか。ジュニアの連覇途切れてしまう。パトレーゼ見えない。パトレーゼが見えない。パトレーゼが見えない。パトレーゼ今1着ゴリーン。いやーハンガリーの連勝逃す。いやー結局どうなったんですか。あとシューマッハが今あベルガーどっかいてる。あベルガーリタイさんだっけ。いやー雨のやっぱり雨のレースはいけませんね。雨の、ハンガリーグランプリ凄まじい展開でした。ノー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 撃墜ノー撃墜ノー撃墜ノー撃墜。43秒43、雨で43秒43、すごいレースで途中まで独走だったのにな。これマンちゃんが、いやこれはマンちゃんがパトレーゼの手を挙げてる写真ですね。はい。さあマンちゃんとは9点差。そうですな、争い。マンちゃん、セナ、パトレーゼ。いや、今のはマンちゃんだ。マンちゃんがパトレーゼの手を挙げてるとね。チームの勝利、マンちゃん大歓喜。ということで、差はね、マンちゃんとの差は広げましたけれども、もう1位でね、もう4ポイントとかだったらね、決まったなっていう感じだったんですけども。さあ、残り日本、オーストラリア。日本、オーストラリアですね。さあ、まあ9点差ですからまだね、10点で0点だともちろん逆転。そして日本オーストラリアはリタイアもあるコースですからね。怖いコース。
ウィリアムズが、ちょっとリードですね。鈴鹿が燃えそう。え、アレジは最初にスピンしてますよね、確かね。アレジは、まあ、ジュニア選手は、大丈夫かと。ね、すぐ降りてね、ジュニア選手、開口一番、アレジは大丈夫かとね。アレジ選手の体を心配して、国民ちょっと聞いてましたね、状況ね。7もやってない、7もやってないと。アンチスレがいろんな意味で炎上しそう。ジュニアさん、見事なレース展開でして、これでドライバーズポイント6点プラスされましたね。次回も頑張ってください。マクラーレンがまた来ましたよ。ああ2回も来てくれたからね。じゃあ 来年行くわ。来年ウィリアムズも来ました。マクラーレン、ああマクラーレンも3度目。じゃあマクラーレン来年絶対行くって言っといて。あら再来年か。来年再来年。